主日記、泉鏡花。1、小遣い、消費し、ほどもあらせず、老化を急いで、最も需要中の遠慮、静かに教員控え所の板戸の前式椅子にひげずら、というが御法などに蓄えたわけではない。武将でカミソリを当てないから、むじゃむじゃとして黒い。ごま塩を頭で眉の迫った渋色の真正面を出したのは、苦虫とあだ名の古物、正し人のいい男である。へい、とただ言ったばかり、そっけなく口を陰結んで、まっすぐに立っている。おお、源助か、その職員室真ん中の大テーブル、向かい側の椅子にかかった先生は、島の布子。小倉の袴、羽織は袖に白木ずれのあるの後ろの壁にやりぱなしにさらさの裏をよじってぶらり。髪の薄い頭を真うつむけにして土瓶やら、茶碗やら、溶きかけた風呂敷包み、ごったに職員のが散らばったが、その控えた前だけ整然として、すずり箱を埋めて縁つけ。一冊覚え書きらしいのをじっと眺めていたのが、抜け上がった額の広い、鼻のすっと高い、髭のない、おとがいの細い、眉のくっきりした顔を上げた、在所という教頭心得。何か落ち着かぬ色で、こっちへ入れ、と胸を張って袴の膝へちゃんと手を置く、意味ありげな手なり。茶碗を洗え、土瓶に湯をさせ、ではなさそうなところから、腰もその気構えで、テーブルの角へ進んで、太い眉をもじゃもじゃと動かしながら、御用で、何は、三右衛門は、と聞いた。これは背の抜群に高い、年は源助より老いた若いが、司祭もなかろう。けれども発疹をしたように頭髪をすっぺりと反りつけた青同心のいつもニコニコしたおどけた男で、やっぱり学校にいる、もう一人の腰である、同役、といつも言う、侍の果てか、中元の上りらしい、和番でござりまして、ただいま水がめい水を汲み込んでおりまするが、水を吸込んで、水がめい、むむ、この風で、という。閉め込んだガラス窓がビリビリとなって、青空へ悪をたたえて、上から揺すっては湧き立たせるような凄まじい風が吹く。その窓を見向いた片方に、さっと砂ほこりを巻く影が差して、雑女は眉を潜めた。この風が、何か、風、が激しいから火の用心か。と出し抜けに妙なことを言い出した。が、なるほど、聞く方もその風なれば、様で不思議とは思わぬ。いえ、かねてお悟しでもござりますし、普段十分に注意はしまするが、差し当たり、火の用心と申すではござりませぬ。やがて、トレイの渋い顔で、横手の柱にかかったボンボン時計を睨むようにじろり。と11時、ちょうど半。腰の心持ちでは、時間がもうちっと経っていそうに思ったので、止まってはおらぬか、とさて見つめたもので。風に紛れて針の音が全く聞こえぬ。そういえば、前校の2階、下、どの教場からも、声一つ、しわぶき半分響いてこぬ、1日中、またこの昼になる1時間ほど、ひっそりとするのはない。それは子供たちが一心不乱、目まじろぎもせずにお弁当の時を待ち構えて、無駄な足踏みもせぬからで。静かなほど、踏み繰り返しの、人一人の声も澄み渡って手に取るようだし、広い職員室のこの時計のカチカチなどは、いながら腰部屋でもよく聞こえるのが例のところ、と見つめても芯はそっとも響かぬ。
ローマ数字も風のガラス窓のブルブルと震うのにつられて、波を揺すって見える。が、噴動だけは、調子を違えず、トーントーントーツ、時計は止まったのではない。もう、これお昼になりまするで、生徒方が湯を飲みに、ドヤドヤと見えますで。湯はたぎらせましたが、いや、どの子ども種も請求で乾かしきってござって、いきなりがぶりと上がりまするで、気をつけて死んぜませぬと、直気にやけどを、やけどを、うむ、と長い顔を傾ける。に、同役とも申し合わせますることで、と差し向かいの、かなり年配のその先生さえ若く見えるくらい、老実な口、加減をして、埋めて死んぜまする。そのあなた様、水をふと失念いたしましたから、せっせと求婚でおりまするが、何か、別して 3M に推しでもござりますか、手前ではお間にはあいかね、問いかけるのを、遮って、傾けたままかぶりを振った。いや、三右衛門でなくってちょうどいいのだ。あれは老金だからな。源助、実は年上のお前を見かけて、一話があるがな。出方が出方で、源助は一倍混じりとする。先生も少し決まって、もっとこれよらんかい、と椅子を語り。テーブルの隅をざとって、体をはすに、袴をゆらりと頭開いて腰を落としつける。その前へ、腰はもっそり進む。タクシの向こう前でも、砂っぽこりにかすれるようで、話がよくわからん。喋るのに骨が折れる。歳は武器をするしたから、タバコを詰めて、吸い口を徒競へ当てて、ひどい風だな。はい。屋根も気遣われまする。この2、3年と申しとうござりまするが、どうでござりましょうぞ。5月も半ば、と申すに、習いのこう激しいことは、10年この方にも、ついぞ覚えませぬ。いくら雪国でも、あなた様、もうこれ布子から一獲物と飛びまするところを、今日あたりはどういたして、またシャツにもも引きなどお聞か様、下女の宿下り見まするように、古つづらをひっくり返しますようなことでござりまして、ちょっと表へ出てご老じませ。鼻も耳も吸い切られそうで、なんともしのぎきれませんではござりますまいか。三右衛門なども、鼻の先を真っ赤にいたして、えらい猿だ彦にござります。はは、と変哲もない愛想笑い。が、そういう源助の鼻も明かし、これはいかなじ、雑女先生の小鼻のあたりも紅がにじむ。実際、厳しいな、とテーブルの上へ、キセルを持ったまま長く剥き出した火鉢へかざした、ネズミ色のシャツの腕を、先生ブルブルと震わすと、歯を食いしばって、引っ立てるようにぐいともたげて、床板へ火鉢をどさり、で、足を踏ん張り、両腕をずいとしごいて、ごめんをこうむれ、行儀も作法も言っちゃおられん、遠慮は無沙汰だ。源助、あたれ、はい、同役とも相談をいたしまして、昨日にも塞ごうと思いました。部屋、とたまりのことを言う、のろにまたかじりつきますような次第にござります。途中腰になって、金火箸で炭を荒けて、ごとくをずって引っかたがった銅の親間の肌を、毛深い手の甲でむずと撫でる。いっぱいたぎったのを刺しましょうで、やがてお弁当でござりましょう。ピカ様組は、この時間を休憩で、源助、そのことだ、はい、としか見づらを後へ引っ込めて目を据える。雑女は前のめりにうつむいて、一服吸った後を、口でふっくっと吸い落として、ガン首を取って返して、
吸い殻を丁寧に肺に突っ込み、平行でおいても風が揺すって、吸い殻一つも吹き飛ばしそうでならん。危ういよ、こんな日は、とまた一つ灰を浴びせた。瞳を返して、壁の黒い廊下を眺め、いい塩梅に、そっちからは吹き通さんな。でも、あなた様まるで野原でござります。お子立ちの歩いた後は、平ら一面の足跡でござりまするが、むむ、まるで野原、と陰気な顔をして、しん上がって透過しながら、源助、時に、何、今子供を一人、少し都合があって、お前たちのなんだ、小遣いだまりえやったっけが、何は部屋にいるか、おりまするで、しょんぼりとしましてな。はい、あの、じょうちゃんぼっちゃんのことでござりましょう。部屋におりますでございますよ。さん。じょうちゃんぼっちゃん、と先生はちょっと口の内で繰り返したが、すぐにその心を知ってうなずいた。今年九つになる、校内第一の綺麗な少年、宮浜並吉と言って、目まで優しい。色の白い、髪の美しいので、源助はじめ、じょうちゃんぼっちゃん、と呼ぶのであろう。しょんぼりしている小遣いだまりに、時ならぬ自分に、部屋へぼんやりと入ってきて、お腹が痛むのかと言うて聞いたでござりますが、雑女先生が腰ゆえを行っているようにおっしゃったとばかりで、しおれ返っておりまする。はてな、他の者ならちんらしゅうござりませぬ。この子に限って、いたずらをして、かようなか、席から追い出されるようなことはあるまいが、どうしたものじゃ。寒いで、まあ、当たりなさいと、炉の縁へ座らせまして、手前もあぐらをかいて、火をほじりほじり、司祭を聞きましても、何も言わずに、うっとりしたようにふさぎ込みまして、あの可愛げにかき合わせたうるわしい襟に、白う、そのふっくらとした顎をくっつけて、しきりとその懐を覗き込みますのを、じろじろ見ますと、あさぎの襦袢がはだけまするまで、つやつやつゆもたれるげな、紅を溶いて玉にしたようなものを、こぼれまするほど、なあ、あなた様、むむそう、と考えるようにして、雑女はまたうなずく。手前、ご存知の少々近めで。それ以降、霞がかかりました具合に、薄い綺麗な髪に包んで持っているのを、何か東ででもあろうかと存じましたところ、グミだ、と言って雑女は居直る。話がここへ運ぶのを待ち構えた体であった、で、ござりまするな。目覚める気のみで、いや、子供が夢中になるのも道理でござります、と感心した様子に源助は言うのであった。大目もまだ苦い頃、やがて、すももでも色づかぬうちは、実際いちごと聞けば、小株のように干からびた青い葉を束ねて売る、黄色な実だ、と思っている。こうした雪国では、青空の下に、白いヒデダンクムス組の実の、枝もたわわなところなど、大人さえ、日野もゆるがごとく目につくのである、うちから持ってござったか。行場へ出て何のことじゃ、大方そのせいで雑書様に叱られたものであろう。まあ、おとなしくしていなさい、とそう言うてやりまして、実は何でござります。あの子のお詫びを、とまを見ておりましたところを、ちょうどお召しでござりまして、はい。何も小児でござります。日頃が日頃で、ついぞ世話をやかしたことのない、評判の子でござりまするから、今日の書は、源助、あの子になり変わりましてご訴訟。はい、気が小さいかいたして、口も聞けずに、とぼんとして、かわいや、
病気にでもなりそうに見えまするがい、ともみでをする。どうだい、福寺は。ひどいぞ、とまどと一緒に、肩をブルブルと揺すって、テーブルの上エキセルを捨てた。源助、と再度改まって、子供が懐の果物なんか、たもとへ入れさせれば済むことよ。どうも変に、気にかかることがあってな、小児どころか、お互いに、大人が、とぼんとならなければいいが、と思うんだ。昨日夢を見た、とついでおきの茶碗に残った、冷たい茶をがぶりと飲んで、昨日な、夕べとは言わん。が、昼寝をしていてみたのじゃない。日の暮れようという、そちこち、暗くなった山道だ。山道の夢でござりまするな。いや、実際山を歩いたんだ。それ、日曜さ、昨日は、源助、お前はおのずからえている。私はほんと首っ引きだが、本蔵が好物でな、知ってる通り。で、昨日ち登山奥まで入った。ついうかうかと谷繰り返しへ釣り込まれて、小屋途中で暗くならなければいいが、富山の影がちと気遣われるような日差しになった。それから急いで引っ返したのよ。四、山自分じゃないから人っ子に会わず。また竹狩りにだって、あんなに奥まで行くものはない。随分道でもないところを潜ったからな。三つばかり谷へ降りてはよじ登り、降りてはよ登りしたときは、ちと心細くなった。夕べは野宿かと思ったぞ。でもな、秋とは違って、日の入りが遅いから。まあ、よかった。やっと旧道に巡って出たのよ。今日とは違った嘘のような状天気で、風なんか薬にしたくもなかったが、薄着で出たから晩方は寒い。それでも汗の出るまで、気半がけで、スタスタ来ると、かすかに城が見えてきた。城の方にな、嫌な色の雲が出ていたには出ていたよ。この風になったんだろう。そのうちに、物見の松の梢の先が目についた。もう目の前の峰を越すと、あの見晴らしの丘へ出る。あとは人なだれにずるずると屋敷町の私の家へ、滑り込まれるんだ、とほっと息をした。ところがまた、知ってる通り、あの人帳馬が、一方谷、一方をかぶさった雑木林で、妙に真っ昼間も薄暗い、嫌なところじゃないか。名題な魔女でござります。何か知らんが、と両手で顎をしごくと、げっそり痩せたような顔つきで、ひとっきり、ホラー穴をくぐるようで、それまで、ちらちら城下が見えた、大川の細いもやも、大橋の小さな火も、何も見えぬ、ざわ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 と音がする。木の枝じゃない、右のな、その崖の中腹ぐらいなところを、熊笹の上むくむくと赤いものが湧いて出た。行く引きとなく、やがて五六十、夕焼けがそこいらをうろつくように、みんな猿だ。丘の隅にゃ、荒れたが、それ山王の社がある。時々山奥から猿が出てくるというところだから、その数の多いにはよっとしたが、別に猿というに驚くこともなし。また猿の面の赤いのに不思議はないがな、源助。どれもこれも、どうだ、その総身の毛が真っ赤だろう。しかも数が、そこへ来た五六十匹という、そればかりじゃない。あとへあとへと群がり続いて、裏山の峰ビを引いて、遥かに高いところから、赤い滝を落としかけたのが、岩にくぐってまた流れる、その末の開いたところが、目の下に見える数よ。もっとも遠くの方は中絶えして、
一つ二つずつ続いたんだが、限りが知れん、幾百いるか、で、何のことはない。虫眼鏡で明かりの行列を山へと追かけて眺めるようだ。それが一つも鳴かず、静まり返って、さっさっさっと動く、熊笹がざわつくばかりだ。夢だろう、夢でなくって。夢だと思って、源助、まあ、聞け。実は夢じゃないんだが、現在見たと言っても本当にはしまい。源助はこれを聞くと、いよいよ渋って、顎の毛をすくすくと立てた。はぁ、吐息を内へ引きながら、ずいぶん、本当にいたします。場所柄でござりまするで。雑書様、なかなか源助は疑いませぬ。疑わん、本当に思う。そこでだ、源助。ついでにもう一つ本当にしてもらいたいことがある。そこへな、後ろの、暗い道をすっと来て、私に、と並んだと思ううちに、大股に前へ抜け越したものがある。山遊びの自分には、女もカゴも通る。狭くはないから、片ずれるほどではないが、まざまざと足が並んで、はっと不意に、こっちが立ち止まるところを、抜けた、下や見ながら、こっちももう、わずかのところだけれど、赤い猿がおびただしいので、人恋しい。ですかしてみると、はっきりとよくわかった。それも夢かな、源助、くらいのに。裸に赤がっぱを着た、大きな坊主だ、へえ、と源助は精を詰めた。真っ黒な丸い頭をむき出しでな、耳元を離したところへ、その赤カッパの袖をシャチこばらせる形に、大きな肘を、トカギなりに曲げて、絵の短い赤い旗をひらひらと見せて、シャンと構えて、ズンズン通る、旗は真っ赤に宙を煽つ。まさかとは思う、ことにその言った通り人恋しい折からなり、相手の創業にも何分か気が許されて、ごぼう、ごぼう、と二声ほど後ろで呼んだ。ご、ものすごさも先に立つ。さあ、呼んだつもりの自分の声が、口へ出たかでんかわからないが、一もにもない、呼んだと思うと振り向いた。顔は覚えぬが、顎もがくも赤いように思った。どちらへ？とすぐに聞いた。と竹を割るような声で、城下を焼きに参るのじゃ、という。縫いと出て足元へ、五つ六つの猿が届いた。赤い雲を巻いたようにな、源助、小塚は口も聞かず。その時、旗をつっと上げて、物見からちと見物なされ、というと、上げたその旗を横に、ひらりと返して、刺したと思えば、峰に並んだ向こうの丘の、松の小杖さっと火移ったかと思う、旗の青つような火が松明を灯つけたようにパッと燃え上がる。顔も真っ赤に一面の火になったが、はるかに小さく、ちらちらと、ただやっぱり物見の松の小杖のところに、丁字頭が揺れるように見て、気が静まると、坊主も猿も影もない。赤い旗も、花火が落ちる様になくなったんだ。子供が転んで泣くようだ。他愛がないじゃないか。さてそうなってから、急に我ながら、世にも怯えた声を出して、わ、と言ってな、三段ばかり山道の片へ宙を飛んで逃げ出したと思え。初めて夢が覚めた気になって、寒いぞ、今度は。ガチガチ震えながら、脇目も振らず、坊主が立ったと思うところはつまだち足をして、それから、お前、前の峰を引っかくように駆け上がって、まっしぐらにまたずり落ちて、見晴らしへ出ると、どうだ。夜が明けたように広々として、
崖のわずれから高いところを乗り出して、城下を一人で、月の客と済まして眺めているもの見の松の、ちょうど、赤い旗が火移った、と、今見るところに、石頃の月が出て青白い中に、松の樹はお前、大神が見るぶさを引っかづいて山へ這い出たがたに、しっとりと濡れて薄もやがまとっている。遥かに下だが、私の町内と思うあたりを、バスへ出ちまわりの豆腐屋の声が、かすかに聞こえようというのじゃないか。話にならん。いやしくも子供を預かって教育の手伝もしようというものが、まるで狐につままれたような気持ちで、家内にさえ、話もできん。帰って湯に入って、寝たが、綿のように疲れていながら、何か、それでも寝苦しくって時々早金をつくような音が聞こえて、びっくりして目が覚める、と寝汗でぐっちょり、それも半分は夢心地さ。明け方からこの風さな、小虎の刻からでござりました。津波のように、どっと一時に吹き出しましたによって存じておりまする、と源助の言葉つき、あたかも工場。何か、今日入っている体がある、夜が明けると、この砂けぶり。でも人間、運無を払った気持ちだ。そして、赤カッパの坊主の形もちらつかぬ。やがて忘れてな、8時、9時、と時と何事もなく火曜を済まして、この11時が特本の科目なんだ。な、源助、授業にかかって、読み出したところが、おかしい。消火器の説明がしてある、火事に対するいろいろの設備のな。しかしもうそれさえ気にならず2号を始めて、ものの十分も経ったと思うと、入り口の扉を開けて、ふらりと、あの子が入ってきたんだ。へえ、ジョーちゃん坊ちゃんが、そう。宮浜がな。おや、と思った。あの庭、それ、炭の中に雪だから一番目につく。朝、一二時間ともちゃんと席について授業を受けたんだ。このガラス窓の並びの、運動場のやっぱり窓際に席があって、もっとも二人並んだ内側の方だが、さっぱり気がつかずにいた。なるほど、その席が一つ穴になっている。また、橋の倒れたことでも、煮え帰って相達連中が、一人それまでいなかったのを、誰も言っつけ口をしなかったも怪しいよ。ふらりと廊下から、時ならない授業中に入ってきたので、さすがに、わっとどよめいたが、その音も表の風に吹きさらわれて、どっと遠くへ、山へぶつかるように持って行かれる。口やめばかり、バラバラと、動いて、騒いで、子供らの声はかすかに響いた。六。わしも不意だから、変に気を抜かれたようになって、とぼんと、あの可愛らしい綺麗な子を見たよ。そっと椅子のそばへ来て、愛嬌づいたにっこりした顔をして、先生、姉さんが、と言う。姉さんが来て、今日は火が燃える、大火事があって危ないから、早じまいにしてお帰りなさい。先生にそうお願いして、と言いますから、家へ帰らしてください、と言うんです。はにかむじだから、小さな声して、風はこれだ。聞こえないで幸い。ちょっとでも生徒の耳に入ろうものなら、壁をぶち抜く騒動だろう。もうな、火事と、聞くと頭から、ぐらぐらと胸へ響いた。騒がぬ顔して、みんなには、宮浜が急に病気になったから今手当てをしてくる。かねて言う通り静かにしているように、と言い聞かしておいて、せいぜい落ち着いて、まず、
あの子をこの控え所へ連れ出してきたんだ。ところで、気を沈めて、と思うが、何分、この風が、時々、カッと赤くなったり、黒くなったりする。なげんすけどうだ。こや、というとき、言葉が途切れた。二人とも目を据えて見守るばかり、ひとしきり、屋根を取ってひしぐがごとく吹き殴る。気が騒いでならんが、戸雑書は、しっかと腕組みをして、椅子の係に、背中をすりつけるばかり、びたりと構えて、よく、宮浜に聞いたところが、本人にもなんだかわからん、姉さんというのが見知らぬ女で、何も自分の姉という意味ではないとよ。初めて会ったのかと、尋ねる、とそうではない。この七日かばかり前だそうだ。需要が済んで帰るとなる、大勢列を作って、それな、門まで出る。足並みを正さして、私が一二と送り出す。すると、この頃塗り直した、あの青い門の柱の裏に、袖口を口へ当てて、子供のことでようは知らん。髪のふさくり返しとあるのが、美しい水晶のような目を、こう、伏し目ながら涼しゅう見張って、列を一人一人見逃すまいとするようだっけ。物見の松はここからも見える、雲のような葉そればかりで、よくよく晴れた段入りだったという、この14日か、お天気続きだ。私も、毎日門外まで一同を連れ出すんだが、七日前にも二日こっちも、ついぞ、そんな娘を見かけたことはない。しかもお前、その娘が、ちらちらと白い指で面な位置取りをするように、手招きでインつけるから、うっかり列を抜けて、そのそばへ寄ったそうよ。それを私は何も知らん。宮浜のろうちゃんだねえ。とこの国じゃない。本で読むような言葉で聞くとさ。うなずくと、いいものをあげますから私と一緒に。さあ、行きましょう。みんなに構わないで。と、私らを構わぬ分に扱った歯ひどい。なあ、源助。で、手を取られるから、ついて行くと。どこか、学校からさまで遠くはなかったそうだ。あれには荒れたが、大きな瀬戸へ裏木戸から連れ込んで、グミの木の林のような中へ連れて入った。目の縁もあからむまで、ほかほかとしたという。で、自分にも取れば、あの子にも取らせて、そして言うことが妙ではないか。たんとわがんなさいよ。みんな、あなたのおっかさんのような美しい血になるから、と言ったんだそうだ。土産にもくれた。帰って誰が舌すった、と親父にそう言いましょうと、聞くと、聞かのうなくなんなすったおっかさんのお友達です、と言ったってな。あの子の母親は亡くなったはずだ。が、ここまではとにかく無事だ、源助。その夫人が、今朝また、この学校へ来たんだとな、源助は、びくりとして下がる、今度は運動場。で、と時の算術が済んだ放課の時だ。風にもめげずにみんな借り出すが、ああいう字だから、一人で、それでも遊戯さな。石板へこう姉様の顔を描いていると、ガラス戸越しに、夢にも忘れない、その美しい顔を見せて、外へ出るよう目で教える、一度会ったばかりだけれども、小児は一目顔を見ると、もうその心が通じたそうよ、なな。宮浜はな、今日は、その夫人が赤い好みのかんざしを刺していた。やっぱりグミだろうというが、果物のかんざしはなかろう、子供の目だもの、サンゴかもしれん。そんなことはとにかくだ、すぐに、
いそいそと廊下から台回りに、ちょうど自分の席の窓の外。その夫人の待っているところへ出ると、それ、散々に吸い散らされながら、小児がいっぱい、ふらふらしているだろう。源助、それ、近々に学校で、やがて暑さにはなるし、あまり青苔が生えて、石垣も崩れたというので、井戸川を取り替えるに、石の大和賀門のうちにあったのを、小児たちがいたずらに庭へ転がし出したのがある。あれだ、大人なら知らず、丸くて滑る二世、小児が身一や五人ではちょっと動かぬ。そいつだが、夫人が、あの子を連れて、すっと通ると、むくりと脈を打ったように見えて、コロコロと芝の上をはすっかいに転がり出した。やーい、井戸川が風で飛ばい、か、何か、どっと時を上げて、小児がみんなそれを追かけて、ひとかたまりに黒くなってくしつすと、その反対の方へ、誰にも見つけられないで、すまして、すっと行ったというが、どうだ、これも変だろう。横手の土塀祭の、あの白の木の、バラバラと葉が鳴る影入りって黙って背中をなでなぞしてな。そこで言い聞かされたというんだ。今に火事がありますから、早く打ち部を変えんなさい、先生にそう言って。でも学校の教師さん、そんなことがありますかって聞きなさらないかもしれません。黙ってずんずん帰ってようござんす。怪我には帰られません。けれども、後で叱られるといけませんから、成田家を許しを受けてからになさいましよ。時刻はまだ大丈夫だとは思いますが、そんな、こんなで帰りが遅れて、途中、もしものことがあったら、これを召し上がれよ。そうすると煙に巻かれませんから、とそう言ってな。そこで、たもとから紙包みのを出して懐へ入れて、押さえて、後方寄せるようにして、そして襟をかき合わせてくれたのが、その組なんだ。私がついていられるといいんだけれど、姉さんは、今日は大事な日ですから、といううちにも、風の流れで、すっと黒髪を拭いて、まるで顔が隠れるまで、ムラムラとかかる、と刻雲が走るようで、はらりと吹き分ける、と月が出たように白い方が見えたという。けれども、見えもせぬ火事があると、そんなことは先生には言いにくい。富山浜がかぶりを振ったそうだ。では、ナミちゃんは、教師さんのおっしゃることと、私の言うことと、どっちを本当だと思います。子や子供に返事ができなかったそうだが、そうだろう。なあ、無理はない、源助。先生のお言葉に嘘はありません。けれども私の言うことは本当です。今度の火事も私の気でどうにもなる。私があるものに身を任せれば、火は燃えません。そのものが、思いのかなわないあだに、私が心一つから、たくさんの家も、人も、なくなるように面当てにしますんだから。まあ、これだって、ナミちゃんが先生にお聞きなされば、自分の体はどうなってなりとも、人も家も焼けないようにするのが道だ、とおっしゃるでしょう。殿方の命は知らず、女のミサオというものは、人にも家にも変えられぬ。と私はそう思うんです。そう私が思う上は、火事がなければなりません。今言う通り、私へ面当てに焼くのだから。まだ私たち女の心は、あなたの歳では得心がゆかないで、やっぱり先生がおっしゃるように、我が身を捨てても、人を救うが道理のように思うでしょう。いいえ、違います。殿方の生命は散らず、
と繰り返して、女のミサオというものは、とじっと顔を見つめながら、人にも家にも帰られない、とナミちゃん忘れないでおいでなさい。今にわかります。赤い木の実をたんと食べて、血の美しく綺麗な子には、その代わり、火の粉も桜の梅雨となって、美しく降るばかりですよ。さ、いらっしゃい、早く。気をつけて、私の体も大切な日ですから、といううちにも、裾もたもともとって、空へ噛みながら吹き上げそうだったってな。これだ、源助、窓ガラスが波を打つ、あれみー、八。雑女先生は一息ついて、私が問うのに答えてな、あの宮浜はかねて記憶のいいところを、母のない子だ。優しい人の言うことは、よくよく身に染みて覚えたと見えて、まるで口移しに暗唱をするようにここで私に告げたんだ。が、いちいち、ゾクゾク肌に泡が立った。けれども、その夫人の言う、謎のようなことはわからん。そりゃわからんが、しかし千鶴に火事がある一条だ。まるで嘘とも思わんが、全く事実じゃなかろう。ともかく、小遣いだまりへ行って落ち着いていなさい。ちっと熱もある。額を撫でてみると暑いから、そこで、あの子をそららへやってよ。さあ、気になるのは夕べの山道の一件だ。赤い猿、赤い旗な、赤カッパを着た黒坊主よ。火の衣を着たでござります。赤カッパではござりません。魔の人でござりますが、とガタガタ道具類をしながら、たしなめるように言う。さあ、何かわからぬが、あの、雪に折れる竹のように、バシリとした声して、なんと言った。城下を焼きに参るのじゃ、源助、宮浜の子を使った後で、頭を引っ抱えて、こう、風の音を忘れるようにじっと考えると、ひょい、と火をするばかりに、目に赤く映ったのが、これなんだ、と両手で控え帳の端を取って、斜めに見せると、会所で祭事にしたためたのが、輝くごとく、もそりと出した源助の顔にカッと照って見えたのは、朱で濃く、一面の文字である。へえ、な、何から始まったことだか知らんが、ちょうど一週間前から、ふと朱でもって書き続けた、小屋学校での、私の日記だ。昨日は日曜で抜けている。一週間、とさっと髪が跳ねて、小口をバラバラと繰り返すと、表の風の渦巻きに、一ちぎれの赤い雲がテーブルを飛ぶ気配する。この前の時間にも、暴風、二回手消して、烈風、おまた消して、愚風、なり、と書いた、やっぱり主で、みんな、しかも変なことには、何をうろたえたか、一枚半だけ、ケースで残して、明日の分を、ここへ、これ、通う、としたぜ、と刺す指が、ひっつりのように、びくりとした。読本が日のどころ、源助、どう思う。他の先生方はみんな私より偉いには偉いが年下だ。校長さんもずっとお若い。こんな相談は、古老に限ると思って読んだ。どうだろう。万一のことがあるとなら、あえて宮浜の子一人でない。どれも大事な子供たち、その過ちで、私が学校を辞めるまでも、示談だを踏んでなりとすぐに正当化したい。が、何でもないことのようで、これがまた一大事だ。いやしくも父兄が信頼して指定の教育を委ねる学校の分として、女、子供や、組ぐらいのことで、臨時休業は沙汰の限りだ。
私一人の間抜けですまん。第一素養な迷信は、人として、私らが破って捨ててやらなきゃならんのだろう。そう勝手な、もしやのことがあるとすると、何より恐ろしいのはこの風だよ。ちゃんと来てみろ、全紙瓦は数えるほど、板吹き屋根が半月の上も昇魂んで、焚き付け同様。なんと私らが高台の町では時ならぬ水切れがしていようという場合ではないか。土の底まで焼き抜けるぞ。小児たちが無事に警戒るのは十人に一人も難しい。思案に余った、源助。気が気でないのは、時が遅れて諏訪と言ったら、赤い実を据え、と言った葉心細い。一時判事を争うんだ。もし、ひょんなことがあるとすると、どう思う、どう思う、源助、考えは、ただ、尋常ごとではござりません、と、カットテーブルに拳をつかんで、城下の家の、寿命が来たんでござりましょう。争われぬ、争われぬ、と半分目を眠って、目くらがするように、白眼で首を据えて、天井を恐ろしげに眺めながら、物はあるげにござりまして、旧藩頃の戦士人が、夜学の端に城あります。昔そのからの都の大道を、ある時、そのなんでござりまして、怪しげな道人が、髪をさばいて、なんと、骨だらけな青い胸をガバガバと開けました真ん中へ、ひ、人という字を書いたのをかっぱだけ手を裏い中く回ったげでござります。いつかも同役にも話したことでござりまするが、何のことかわかりません。当の都でも、みんなが不思議がっておりますると、その日から三日目に、年代記にもないほどな大火事が起こりまして、源助、源助、と雑情を気にせいて、なんだ、それは、無名人という字を書いたのは、とかかる折から、自分で考えるのがまだるこしそうであった。へい、まあ、ちょいとしたところ、早いがようございます。ここへ、人と書いてごらんじゃりまし。風の、その慌ただしい中でも、相手が教頭心得の先生だけ、物問われた心の誇りに話を咲きせたい源助が、薄汚れたシャツのボタンを外して、ひくひくとした胸を出す。雑女も席心に、物思いわずあり合わせた主筆を取って、父を分けて赤い陣。と惹かれて、カチカチと、何か、歯を食いしめてこらえたが、突っ込む筆の朱が跳ねて、勢いで、パッと胸毛にかかると、火を引くように毛が動いた。あつつ、と出し抜けに踊り上がって、とんと尻餅をつくと、聞こえを絞って、火事だ、同役、三右衛門、火事だ、とわめく。なんだ、と。雑女も棒立ちになったが、物狂わしげに、なぜ、投げる。なぜ組を問うつける。宮浜、と声を上げた。廊下をバラバラと赤く飛ぶのを、並吉が組を投げ打つと一目見たのは、八尾るごとく窓ガラスを刺す日の子であった。途端に十二時、輪を打つのが、ブンブンと風に響くや、一つずつ十二箇所、一時に起こるすり番、早がね。早廊下にも煙が入って、暗い中から日の空を透かすと、学校の青い門が、真紫にものすごい。この日の大火は、物見の松と差し向かう、死の高台ののにあった、本願寺松寺の大寺の本堂床下から炎を上げた開始日で、ただ見と気が間に死の薬全部を焼き払った。煙は風よりも得、火は鳥よりも早く飛んだ。人畜の死少々からず、火事の最中、
雑女先生、袴の桃立ちを、高く取った破壊外しいが、羽織も着ず、布子の片袖ひっちぎれたなりで、旅はだしで、末眼の表合いのごとく、人煙の走る大道を、ひょろひょろと歩いていた。屋根から屋根へ、キノコ杖から、二階三階が黒煙に漂うわえ、ひらひらと千鳥に飛び交う、真っ赤な猿の数を、ゆくゆく幾度も見た。足元には、人も車も倒れている、とある十字街へかかった字、横からひょこりと出て、ハスに曲がり角へ切れてゆく、夕べの坊主にあった。同じ裸に、赤カッパを着たが、こればかりは風をもとを固めて通るようにしかとした足取りであった。が、赤旗を巻いて、袖抱くようにして、いささか春巡の呈して、焼けすぎる、これは、焼けすぎる、戸口の内でつぶやいた、と思うともう見えぬ。顔を見られたら、雑女は灰になろう。柿も、隔ても、あとはないが、倒れた石灯籠の大きなのがある。何がしの屋敷の庭らしい中へ、煙に追われて入ると、枯れ木に夕焼けのしたような、日の幹、日の枝になった大樹のもとに、小さな足を投げ出して、横座りになった、波吉の無事な姿を見た。学校は、便宜に隊を組んで避難したが、皆チリチリになったのである、と見ると、うっとりした美しい顔を仰向けて、枝からバラバラと降りかかる火の粉を、あられはゴンゴとすくうように、綺麗なたもとで受けながら、先生、たくさんに組が、と言って、ろうたけるまでにっこりした。雑女はもろ膝を打って、倒れるように、その傍らで息をついた。が、そこではもう、火の粉は雪のように、袖いかかっても、払えば濡れもしないで消えるのであった。明治44、1911、年1月。